科学局部床義士の広報面。金属床の局部床義士局部床義士とは、部分的な歯の喪失を補うために用いられる歯科の補鉄装置のことである。部分床義士ともいい、一般には部分入れ歯として知られる。高校粘膜指示のみの葬儀師とは違い、残っている歯にも指示を求める義師である。葬儀師のように、虫学学定の上に完全に乗るのではなく、 極部床技師には残っている刃を掴み、技師をより安定性と保持力を高める金属あるいはプラスチック製のハリブを有する。極部床技師の構成部分は以下のように列挙できる。本来天然刃があったところで人工刃が並べられている。レジン刃や頭刃、金属刃などが使われる。クラスプとも呼ばれる。高校内に残存する刃に抱え込むようにかけられる。ことで、 局部床岸を安定させる。またハリブが掛けられるハを張り場という。鋳造もしくはアイアーを曲げて製作される。クラスプの種類高校粘膜に接する部分である。レジンや金属で作られる。ありがとうございます。